梅村陽子は日本の女優である。本名は鈴木花子。1903年10月21日、東京府東京市日本橋区日本橋柿柄町の瀬戸物問屋に鈴木花子として生まれる。旧正小学校に上がる1910年には東京市本郷区の本郷座で審判の初舞台を踏む、有楽座のおとぎ芝居の舞台にも立つ。百二十二年、 小竹蒲田撮影所に入社し、翌1923年公開、島津安二郎監督の地理西花で映画界にデビューする。同年9月1日の関東大震災によって、同撮影所は稼働を停止し、京都の松、竹下鴨撮影所に移動になる。翌1924年早々には、蒲田撮影所に戻るが、島津安二郎監督の 新王野が罪に主演したのを最後に、1925年、再び京都に移り、松竹キネマを離れて、日活京都撮影所に移籍した。溝野口健治監督の、神人形春のささやきが、出世作であり、安倍豊監督の、足に沢はつ女、溝口健治監督の、当人を吉地等に主演し人気を得た。1935年、日活で葬儀が起きてからは、 フリーランスとなる。同年、長田正一が立ち上げた第一映画の設立に参加、溝口健治監督の、マリアのおゆき、グビ人ギオンの姉妹、何はひか等に出演した。翌1936年、長田が、新興キネマに入社するに至り、同社は解散、梅村も新興に移籍した。1942年、戦時統制により、同社が合併し、 大英を形成すると、大英京都撮影所に所属した。1944年、溝口健治監督の、團十郎三代の田山中でのロケーション撮影に参加したところ、急性毛様腸炎から腹膜炎を併発、同年3月8日、死去した。満40歳没。ありがとうございます。